ブラックタキシードは日本の競争馬。主なカチクラは1999年のセントライト記念など。引退後は種ボバとして地方競馬を中心に活躍馬を排出している。サラブレッドとしては珍しい青毛という毛色を持つ馬でもある。父サンデーサイレンス。母は未勝利馬ながらストームキャットサンクという血統背景から注目を集めていたが、 気象の悪さもあって、順調に勝ち上がれず、4戦目にはレース中に故障を発生し競争中止、故障からの休養を明け、4歳初戦の未勝利戦では、再開とデビューしてからしばらくは多難だった。6戦目でようやく初勝利を挙げると、500万下条件戦で3着となった後、オープン戦のベンジャミンステークスに出走。ここで圧倒的一番人気に押されていた。 フラワーカップ優勝バサヤカを破って優勝し、オープンに昇格した。続いて出走したプリンシパルステークスも連勝し、東京優秀への出走権を獲得。ダービーでは6番人気で関東馬イ先着となる5着となった。夏場の休養を経た秋は、喫下症へのトライアル競争、セントライト記念に出走。1番人気に応えて優勝し、重症制覇を果たした。しかし、 菊花賞は14着と大敗。さらにその後、客部不安を生じて、長期休養を余儀なくされた。1年半の休養を経て復帰したが大敗を繰り返し、復帰後4戦目のエプソムカップの競争中、右前足の朝屈腱を断裂し、競争能力を喪失。競争場引退となった。競争引退後は予決を買われて、ブリーダーズスタリオンステーションで、種ボバ入し、 安価な種付け量も手伝って2年目まで100頭以上の繁殖品馬を集めた。2010年にイーストスタトへ移動したが、種付けシーズン終了後に再び、ブリーダーズ・スタディオン・ステーションに戻っている。産区の多くは、地方競馬で走っているが、2005年には、地方の新種ボバランキングで1位となり、ダートグレード競争で活躍する兵庫のチャンス到来や、 東京2歳優秀品馬の優勝馬ブラックムーンなどを排出している。2003年からはシャトルシュボバとしてニュージーランドでも種付けを行っている。2012年からは前川義則牧場で種ボバ生活を送ることになった。2019年7月31日に亡くなっている。ありがとうございます。